戦争は、1522年秋から1523年春に、かけて、宗教改革期のドイツ南西部で起きた戦乱。フランツ本実ゲンとウルリヒホンフッテンが、在地の騎士を率いてトリー、鳥居や広塚佐教に対して起こした争いである。中世のドイツで戦場の花形として活躍した騎士は、火薬の登場による戦術の変化や、貨幣経済の普及に伴う、 封建制度の崩壊、新生ローマ帝国内の法整備と両方の成長によって没落していった。特にドイツ南西部のライン、川上流域では小さな領地しか持たない下級貴族や両方君主が乱立していた。その地方の中でも有力騎士である実金源はしばしば近隣の諸公や都市を攻撃しては賠償金を巻き上げていた。 ふってもこの地方の騎士階級の出身だが、進学や文学を学び、詩人として諸国を回っているうちに人文主義に感化された。フッテンは教会に対する反発とドイツに対する愛国心から反ローマ主義者となっていった。1517年にルターによる宗教改革が始まり、宗教界が分裂して対立が始まると、1522年秋に、 実近元都府天は、同郷の没落騎士を率い、ルターを報じて、カトリック教会を駆逐すると称して、近隣の鳥居や大司教領に攻めかかった。しかし、翌1523年春に、周辺諸公によって、すぐに鎮圧された。この戦いについての評価は、立場や時代によって様々で、単なる金目当てのフェーデに過ぎないものだったというものから、 プロテスタントによる請求すぎる宗教改革、封建制度における、ドイツ騎士の生き残りをかけた、領地争い、ドイツ農民戦争の序章、ドイツ民族の自立と統一に準じた先駆者の英雄譚、といった解釈が行われている。神聖ローマ帝国では、15世紀に国政改革が進められ、帝国支配に関する法制度の整備が行われた。1495年に、 マクシミリアン一世が定めたラント平和令によって、この制度は一定の完成を見た。この平和令は、帝国内の諸々の自立勢力と皇帝が取り交わした協約の形をしており、帝国内には法と秩序に基づく支配体系が確立されるとともに、諸勢力によって構成される帝国議会の位置づけが明確にされた。ラント平和令というものは、1495年以前にも、 たびたび発布されたものである。そのもともとの種子は、神聖ローマ帝国内におけるフェーデを禁じるためのものだった。フェーデというのは合法性を持つ決闘の一種で、元来は適切な手続きによって問題解決を武力で行う権利であったが、やがて身代金目的の誘拐や略奪の方便として横行するようになった。これを禁止するために、 ラント平和令がしばしば発布されたのだが実際にはあまり効果はなかった。1495年の永久ラント平和令はこの措置を高級化しようという名目で結ばれたものだった。これにより帝国内の司法権が確立されその司法権を維持するために各両方君主の権利や義務が法制化されたのだった。永久ラト平和令により 大衆を直接支配し、税を徴収したり徴兵を行ったりするのは、両方や帝国自由都市が担うことになった。この意味で、帝国の直属下にあるのは両方であり、大衆は間接的な親民ということになった。この制度が出来上がるまでには有力な諸公の意向が働いており、大諸公ほど有利に両方国家を形成していったのに対し、 中小諸侯の力は弱められていった。とりわけ下級貴族である騎士層の身分の取り扱いは曖昧で、彼らは帝国騎士と位置づけられて帝国直属ではあるようだったが、きちんと定められていなかった。彼らは帝国直属の身分であるにもかかわらず、帝国議会の評決権も有していなかった。オーベルラインと呼ばれるライン側の上流域、すなわちドイツの南西部は、 とりわけこうした帝国騎士や少量法が多かった。この時代には火薬の登場に代表される技術の進歩と発展によって戦術が大きく変わった。戦場で決着をつけるのは勇敢な騎士ではなく性能の良い大砲や鉄砲になった。それを操るのは市民兵である。皇帝マクシミリアン一世が最後の騎士と呼ばれたように15世紀の終わりから16世紀に かけて、騎士の時代は終わりを迎えつつあった。貨幣経済の普及と都市の発展がこれに拍車をかけた。かつては騎士に対する報酬は土地と農民だったが、金で雇う傭兵が用いられるようになると、皇帝や君主たちは傭兵に払う金の出所である都市の市民を重視することになり、そのことも封建的な騎士階級の地位を引き下げることにつながった。しかし騎士が、 両方に使えようにも、そこで徴用されるのは、大学教育を受けた知識階級であり、騎士は居場所がなくなっていった。彼らはもともと下級貴族だったが、領地は小さく、経済的には生活を維持できるかどうかの水準にまで貧窮していた。彼らの多くは、傭兵として、給金を稼ぐことで生計を立てており、仕事先を求めて各地をうろついていたが、 こうした傭兵の存在自体が争いごとの原因にもなっていた。彼らは仕事がなければ盗賊となって町や行商人を襲い強盗や略奪を行い盗賊騎士として不浪した。一応は貴族の身分でありながらこうした行為を働いて都市で捕まり処刑されたものも珍しくなかった。エラスムスイタリアに始まったルネサンスの一派である。 人文主義がドイツに伝播すると、ドイツ独自の特徴を帯びるようになった。その特徴の一つは、イタリア人らが古代、ローマやギリシアを古典として学ぼうとしたのに対して、ドイツの古代を古典として研究するグループが現れたことである。これによって、ドイツでは愛国主義が放火した。もう一つの特徴は、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語の研究を行って、 聖書の原文を読解しようというグループが現れたことだった。これはカトリック教会による公式なラテン語聖書に対する批判につながることになり、カトリックの教義や制度に対する疑義を生じさせることになった。こうしたドイツの人文主義者の代表がエラスムスである。エラスムス自身はカトリックの司祭であり、カトリック教会の内部からの批判を行ったものの、 あくまでもカトリック教会の下牧として振る舞った。エラスムスの影響を受けた人文主義者の中からはもっと手厳しい教会批判を行う者が現れた。彼らは反ローマの機運を醸成していき、その中からルターが出現して、過劣な教会批判を行い、1517年に宗教改革の先端を開いた。とはいえ、人文主義者の多くは、初めのうちは、 宗教改革を遠巻きに眺めるだけだった。彼らはルターが始めた争いを僧侶の喧嘩とみなしていた。しかし、1519年にライプツヒで行われたルターとヨハンエックの討論を境に評価が変わることになった。エラスムスの主張に感銘を受けた人文主義者の中からルターに賛同して、教会を厳しく批判し、反ローマの立場を鮮明にした。 宗教改革者たちが続々と現れた。ウルリヒホンフッテンは、フランケン地方とヘッセンハク領の境界付近、ステッケルベルク城生まれの下級貴族である。岸身分を持っていたとはいえ、フッテン家は明らかに落ち目だった。フッテンは10歳で、神学校に入れられて、ドイツ各地で進学の勉強をして育った。しかし18歳の頃に、ブランデンブルク選定校領のフランクフルトオーデルの、 大学で文学に触れると、神学校を中退して、文学の道に入り、ライプツヒ大学に学んだ。そこで、人文主義に目覚めるのだが、間もなくライプツヒを流行病が襲い、フッテンは、ライプツヒを離れて、数年間の旅に出た。一年ほど北海を放浪した後、ボヘミア、ウィーン、北、イタリアでのパビーアやボローニャを回った。この間、フッテンは、学生と傭兵として、 生活を送っていたという。1514年にドイツに戻ると、フッテンはエラスムスの地偶を得て、エラスムスの助手をしながら数年を共に過ごしたという。その間、フッテン自身も著作を行っていて、エピストライ・アブスコーユローラム・ビローラムなどの作品が知られている。これは人文主義の立場から教会を批判するものであったが、 競技や教皇を直接攻撃するほどの内容ではなく、組織に対する批判を述べたようなものだった。翌1517年には、マクシミリアン一世によって、警官詩人の誉れを授けられている。この後、フッテンは、マクデブルク大司教のアルブレヒトに仕えた。このマクデブルク大司教アルブレヒトは、間もなく、マインツ大司教となり、職友上の販売で、ルターによる、 教会批判の引き金となる人物である。しかし間もなく、フッテンは反動魔的な著作のせいで、アルブレヒトの元を去らなければいけなくなった。その後もフッテンは大司教アルブレヒトや、新皇帝カール五世にたびたび手紙を出して、カトリック教会の改革の必要性を説いた。しかしそれは無視された。やがてフッテンは、激しい愛国心とローマに対する敵外心をあらわにし、 教会に対する革命的闘争を起とするようになっていった。その著作は初めはラテン語だったが、後にはドイツ語で表すようになり、1520年には対話集を表した。これはドイツの愛国主義とローマ教会批判の性格を強く帯びたものだった。フッテンは人文主義者の中で政治家として最も目立つ存在となっていった。 その頃、教会批判を始めたルターに対し、フッテンは書簡を送り、その中で、どんなことが起ころうとも私がそばについております。我らは共通の自由を擁護しようではありませんかと述べ、ルターを強く支持することを表明していた。しかしフッテンは、本物のルター派ではなかったと考えられている。フッテンは、競技の面では、ルターとは、考えの合わない部分もあったが、 教会改革を実現するためには、ルターの力が必要と考えていた。1521年のボルムス帝国議会に、ルターの召喚が決まると、フッテンは盛んにカール五世に手紙を出して、ルターの考えを入れるように訴えた。この後の宗教改革の動きは、ルターの意図に反して急進的で過激な方向に進んでいった。ルター自身は、寛容さと忍耐によって、 ゆっくり着実な改革を望んでいたのだが、ボルムス帝国議会に出席して、帝国はハト計を宣告されたルターが、その直後に失踪してしまったことで、指導者を失った宗教改革派が過激化してしまったのである。フッテンは、剣と筆の投資として、そうした過激な放棄の精神面を担う立場になっていった。フランツ本実ゲ言は、 ドイツ南西部の暗いガ顔出身の帝国騎士だった。その本拠はボルムスの西方のエーベレンベルク城で、その領地はアルザス地方にまで及んでいた。領内には鉄や水銀の鉱山があり、その収入によってライン地方の最大の帝国騎士の地位を築いていた。また、実金源は武芸に秀出ており、1517年からは、 皇帝マクシミリアン一世の軍事指揮官に任じられている。1519年にドイツ南部の有力諸侯の一人、ビュルテンベルク公国のウルリヒとドイツ南部の諸侯によるシュバーベン同盟とが対立した戦いでは、実金源がウルリヒ追放軍の主力を担った。しかし実金源は正確に難があり、周囲との諌かいが絶えなかった。実金源は何かと口実をつけて、 近隣諸行に武力攻撃を仕掛けたが、これは実際には賠償金目当てのフェーデだった。1515 15年から1518年には帝国自由都市ボルムス市、ヘッセンホーハクフィリップ一世が治める両方都市、ダルムシュタットやロートリンゲンコアントワールを攻撃して、金貨3万5千枚をせしめ、メッツ市を約2万の兵で包囲して、金貨2万枚を脅し取った。 これらの都市や大使教領に出入りする行商人や対象を襲うこともあった。1519年に後ろ盾となっていたマクシミリアン一世が死ぬと、時期皇帝の選挙真っただ中の帝国自由都市、フランクフル都市にさえフェーデを仕掛けた。フッテンと実金源の一味には、人文主義から宗教改革へ転じ、宗教改革者として名を残した人物がいる。 実金源の取り巻きだったブツァー、エコランパットである。ブツァーは、ドミニコ界の修道士で、ルターとツビングリと交流し、両者の仲立ちをした人物である。幼い頃から修道院で学び、1516年に、ハイデルベルクの修道院で進学を収め、1520年から、実金源と行動を共にするようになった。ブツァーは、騎士戦争の後帝国自由都市シュトラスブルクに移り、 そこでの宗教改革を成し遂げることになる。エコランパッドはもともとはビュルテンベルク公国の出身である、ハイデルベルクやチュービンゲンの大学を経て、母の出身地であるスイスのバーゼルに移った。そこでエコランパッドはエラスムスの聖書翻訳に協力し、1518年にはアウクスブルクに聖職者の職を得た。しかし直後に始まった宗教改革を受けて、 教会のあり方に悩み、一度修道院に退いた。そこでの生活から福音派に目覚め、実金源のもとへやってきた。エコランパットは、騎士戦争の後に、バーゼル大学の神学教授となり、改革派教会の立場から、宗教改革を行うことになる。1519年に、ドイツ南西部で、ビュルテンベルク公国のウルリヒに対する討伐戦が行われた。 ビュルテンベルク公と地元のシュバーベン同盟の間には、かねてから対立があったのだが、ビュルテンベルク公の妻は、ドイツ南部の有力諸公であるバイエルン公の娘であると同時に神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世の命であり、皇帝に恩義のあるシュバーベン同盟は、ビュルテンベルク公に手を出せなかった。しかし、1519年にマクシミリアン一世が死ぬと、同盟は、 ビュルテンベルク港に攻めかかった。この討伐軍の主力を担ったのが実金元の軍だった。ここで実金元とフッテンは面識を持った。フッテンの親戚にあたる人物がビュルテンベルク港に殺されており、フッテンにとってウルリヒは個人的なあだとして討伐に加わっていた。もともと文学者としての道を歩んでいたフッテンはビュルテンベルク港を告発する。 ファラリス主義という作品を表し、以前からこの機会を待っていたのだった。1521年春、すでに教会からは、波紋を宣告されていたルターのもとへ、皇帝カール・五世から帝国議会へ来るように召喚状が届いた。異端による波紋宣告を受けているということは、捕まって、教会の手に渡れば殺される可能性がある。カール・五世は、 ルターの身の安全は保証すると約束したが、100年前のヤンフィスは皇帝に身の安全を保証されて出向いた、公会議で捕縛されて、あぶりにされている。ルターが帝国議会へ出るには同じような危険があった。この時、フッテンが実金源にルターの件を話すと、実金源はルターの主張に共鳴したという。以来、実金源は、 宗教改革の最初期における、ルターの軍事面での被護者として、ザクセン選帝公と並ぶ存在として振る舞った。実金玄は、自らカール5世に、ルターを保護する要所感を出すとともに、部下のブツァーを帝国議会のあるボルムスへ向かう、道中のルターのもとへ送り、実金玄の本拠であるエーベルンベルク城に逃れるよう、進言させた。しかしこの時ルターはその申し出を断った。 翌1522年6月、実金元は、エーベルンベルク城にて、エコランパッドによる生態配慮を受けてルター派に回収した。この天礼には、ラテン語ではなく、ドイツ語が用いられた。その上で、オーベルライン地方の騎士たちをまとめ上げ、8月に、友愛同盟を組織した。実金元は、福音を滅ぼそうとする者と戦うと称し、ルターを擁護して、 カトリックを覆滅しようと言って、友愛同盟を率いて、カトリック勢力に戦いを仕掛けた。フッテンは、実金源のことを、仮想民を敷いたげる諸侯に対する、神の無知であり、第二の自主化であると参照した。この戦いを、騎士戦争や、騎士の乱などというが、実金源が企てた戦いが何であったかは、評価が分かれている。結局のところこれはいつもの金目当ての、 フェーデでしかないものだったとみなす見方があり、この立場では、実近源にとって、宗教改革は、傭兵に収入をもたらす戦争を増やすものとか、略奪を行う、潜在一ぐの後期でしかないものだったということになる。この立場では、実近源の行動は純粋な信仰心のなせる、号ではなく、宗教問題は口実だった。また、この戦いは、軍事的。 経済的に追い詰められた騎士階級が政界諸行の領地を分取って両方化し自分たちの地位を向上させようとした政治的社会的経済的独立運動だったという見方もある。この観点では騎士戦争の翌年に起きる農民戦争と合わせて新しい信仰に基づいて社会体制を変革しようとした試みだったということになる。しかしルタはその人自身は キリスト者の自由はあくまでも信仰上の内面の問題に遠まると考えていた。したがって、社会的弱者である農民や騎士が、ルターの思想を社会的抑圧からの解放者として迎えたのは誤解であり、ルターにとっては意にそうあ形で主張を利用されたことになる。この意味ではやはり、この戦争における信仰問題は口実だったということになる。このように、騎士戦争は、 宗教改革を政治目的で利用した最初の恒例とみなされている。16世紀後半のトリーヤの前景、トリーヤ大司教ヘッセンホーハクプファルツ選定校1522年8月、実金元は友愛同盟の騎士を率いてトリーヤ大司教の領地へ攻め込んだ。トリーヤ大司教は神聖ローマ帝国の皇帝を選ぶ7名の選定校のうちの一人であり、 この時のトリーア大司教、リシャート・フォン・グライフェンクラウは、1519年の皇帝選挙の時に、カール5世の対抗馬だった、フランスのフランソワ一世を支持した人物である。トリーア大司教領は、政界諸公としては、最大の勢力であるが、その本拠地トリーアの都市の軍事力は7人の、先帝公の領地の中では最も小さいものだった。そしてドイツ各地の中でも騎士が、 最も軽視されている両方の一つだった。実金源の軍はまずザンクとベンデルを安や々すやすと落とし、9月8日の夕刻にトリーヤ大司教の本拠、トリーヤに到着して郊外に陣を張った。この時トリーヤを守る兵力はわずか1800だったのに対し、実金源側の兵力は総勢8000から12000ほどだったと伝えられている。実金の計画では、 この兵力差では、これまで襲った他の都市と同じように、トリーアは簡単に降参するしかないだろうと考えていた。しかし、実金源が驚いたことに、トリーア大司教は牢上して、徹底抗戦を決め込んだ。実金源は、トリーアを包囲し、トリーア大司教は神聖ローマ皇帝を裏切って、フランスに通じていると罵った。結局、実金源は、トリーアを落とすことができず、 9月14日に人を引き払ってき都に着いた。実金元は神聖ローマ皇帝カール5世に対し、実金元軍はカール5世の味方であると訴え、カール5世の敵であるフランスへ攻め込んでみせましょう、と受け負った。しかし1522年10月10日、カール5世は、実金元の行動は1495年の永久乱と平和令に反すると宣言した。 この宣言によって、実金元追悼軍が急速に編成された。その主力を担ったのは、ヘッセンーハクフィリップ一世、プファルツ先帝公、ルートビヒ五世と鳥や広塚佐教である。中でも18歳のヘッセンーハクは、実金元討伐に燃えていた。ヘッセンーハクは、父の急死により5歳で、白衣を継いだのだが、実金元が、 ヘッセンホハクの領地や都市を攻撃していた頃はまだ11歳になるかならないかの頃であり、強硬な態度に出ることができずに賠償金を支払わされていた。その復讐の機会がようやく訪れたのである。ヘッセンホハクは最新式の家宝を買い揃え、真っ先に実金源討伐に名乗りを上げたのだった。仲裁に入る者もいたが、彼らは全く意に返さなかった。 冬の間に軍備を整え、1523年4月末になって彼らは実金源討伐戦を始めた。三軍が合流した暗い日がうで実金源は敗退し、ラントシュトゥール城へ退却した。実金源は城壁を補強して待ち構えていた。しかし、ヘッセン砲クが用意した新型の大砲は城壁を越える砲弾を放つことができ。 城壁は城内への被害を防ぐ役には立たなかった。砲撃は数日間行われて、そのうち城内に砲弾の爆発から守られていない場所が見つかり、そこが狙われた。この攻撃で実金源は致命的な重傷を負った。再び朝廷に入るものがあったが、攻撃側はこれを拒絶した。実金源は傷を負った後数日は持ちこたえたが、5月7日に、 ついにラントシュトゥール城は降伏した。実金ン,ンはその数時間後に池を引き取った。この後、追悼軍は実金ン,ン側の残党を総統し、エーベレンブルク城も平定された。彼らの領地や城は徹底的に破壊され、打ち捨てられたと伝えられている。フッテンはこの破壊を切り抜け、6月にドイツを脱し、スイスの宗教改革者ツビングリを頼って、 チューリッヒに逃げた。フッテンはチューリッヒ湖の小島ウフェナウ島にかくまわれたが、8月29日にそこで死んだ。死因は梅毒だった。この戦いの後、トリーヤ大司教はトリーヤの近くを守るエーレンブライトシュタイン要塞の増強を行った。この時設置された要塞法は、当時としては史上最大のカノン法であり、グリフィン法と呼ばれた。ルターはこの騒乱を、 否定的に捉え、世俗の権威についてを表して、騎士を断罪した。ルターはこの中で、上に立つ権威に従う義務を説いた。ルターは、権力に逆らって良いのは、権力者が福音を否定するように強制した場合だけで、その際でも言って良いのは領地を立ち去ることだけだと、説いたが、これは後に、プロテスタント諸侯が、カトリックの皇帝の侵略から領地を守る、際の足かせになった。 ブツァーは、戦争が終わった後、1523年に、ジルバー・アライゼンという修道女と結婚し、シュトラスブルクに移った。聖職者でありながら再退しているというのは破壊であり、司教は、ブツァーへ追放を言い渡した。しかしブツァーはこれに従わず、そのうち市内の聖職者も、ブツァーを真似て結婚する者が続出するようになった。 司教は彼らに波紋を申し付けたが、騒ぎは広がる一方で、そのうち死の三次会はこれらの聖職者を庇護するようになった。こうして、ブツァーは、シュトラスブルクでの宗教改革に宣弁をつけたのだった。後に、シュマルカルデン同盟が成立すると、ブツァーは、南西ドイツの諸都市を率いて、これに加盟した。エコランパットも戦後に、スイスに逃れ、 バーゼルの出版業者のもとへ身を潜めた。しばらくすると、バーゼルで再び説教を始め、福音派の教えを広めていった。ヘッセン砲白ワルター派の立場から宗教改革グループの大同団結を呼びかけた。彼の構想は、スイスから北、ドイツまでの広範囲の宗教改革者が一致団結し、カトリックの皇帝カール五世に武力で対抗しようというものだった。 しかし宗教改革派の内部は、教義や利害の相違から様々な流派に分派しており、その中でも代表的なルターとツビングリが喧嘩別れをして、大道団結はならなかった。ヘッセンホーハクは、ザクセン先帝公と共に1530年代に、シュマルカルデン同盟を主催することになった。ヘッセンホーハクは、かつて、ビュルテンベルクを追われたウルリヒがルター派に改修すると、 その支援者になった。ビュルテンベルク公領は、ウルリヒがフッカー家から金を借りていた関係で、ハプスブルク家の領地に組み込まれており、南ドイツにおけるカトリックとプロテスタントとの間の政治問題となった。ドイツ南西部の諸都市が続々とプロテスタントに転じると、シュバーベン同盟を維持することができなくなり、1532年にトリーヤ・ヒロツカ・サキョーラによって解散が決まった。 ビュルテンベルクを守る勢力がいなくなると、ヘッセン砲クはウルリヒに兵を与えて、ビュルテンベルクをハプスブルク家のフェルディナンドから奪い取らせた。この結果ビュルテンベルク広告は、シュマルカルデン同盟の南ドイツにおける最大勢力となった。騎士たちはやがて、ランツクネヒトと呼ばれる傭兵へと姿を変えていき、30年戦争でドイツ各地に破滅的な破壊をもたらすことになった。 その後、16世紀後半に帝国直属の騎士の身分が改善され、地方ごとに騎士司令官が置かれ、その所領の内部における領主裁判権や宗教上の罰礼権、軍役と帝国税の免除などが規定され、これらの特権の代わりに上納金を皇帝に直接納めることになった。19世紀にドイツがドイツ帝国として統一されつつある頃、 ドイツ統一のための愛国心を育む題材として、宗教改革とその時代の投資に関する作品が多数送り出された。フッテンと実金源の物語は、ドイツ民族のために戦って敗れた人物として、人気の題材の一つとなった。そこでは、フッテンの愛国的性格が強調されている。その代表作の一つが、詩人コンラート・フェルディナント・マイヤーによる、陰文小説。 フッテン最後の日々である。この中では、騎士戦争の指導者たちは、農民戦争の指導者、歴史上の悲劇的で、ヒロイックな人物として描かれている。フッテンは、ウーフェナウジマデイの心得がある牧師と共に安寧に、過ごし、荒々しかった日々を振り返るのである。画家カスパーダ・ービト・フリードリヒは、1823年に騎士戦争から300年になるのを記念し、 不っの墓と称する連作を送り出した。靴の大きさだけの土地と、人民も持たず、一片の土地も彼の名において収められておらず、彼がそこから収入を引き出すこともないと言われたように、新生ローマ帝国、もしくは新生ローマ皇帝は、その帝国域内に対して直轄的な税収や軍事力を有していなかった。乱と平和例と司法権を維持しようにも、 そのための財源も人員もなく、司法権を保障するための武力もなく、実効性がなかった。が、実際にはその後も、相変わらず、フェイではなくならず、その解決も帝国法に基づく司法によってではなく、地元勢力による自家談判や武力行使に頼ることになる帝国騎士よりも、さらに格下のラント騎士と呼ばれる階層もあった。もともとドイツの南西部では、中世に、 数多くの争いを経て、王子主から独立した者が多かった。そのために、小さな領地の所有者が数多くいて、彼らの間には自由主義、民主主義的な思想が根付いていた。マクシミリアン一世の義父で、豪ン公と呼ばれたブルゴーニュ公国のシャルルは、1476年に、騎士団を伴って、スイスに攻め込み、農民と市民からなる、軽装のスイス傭兵に敗れた。 当時の騎士は銃弾に備えてあまりにも重い甲冑に身を包んでいて動きが鈍くシャルルも農民たちに簡単に馬から引きずり下ろされて袋叩きにされた。これが騎士の終わりとみなされている。娘子のマクシミリアン一世は古い騎士道に憧れ馬上や理事愛を好んだが実際の戦闘では傭兵を用いた。古代ローマやリシはキリスト教が広まる前の世界だったので この時代に対する関心と称賛は、キリスト教的価値観や、封建的価値観からの脱却を促すことになる。この時点では、ローマ教皇のレオ10世でさえも、アウグスティヌス修道会とドミニコ修道会の修道士どもの口喧嘩程度のものだとみなしていた。この討論は、熱心なカトリック信者であったザクセンコーゲオルクの主催で、その領地であるライプツヒで行われたものである。 この討論には、カトリック側の弁者として、ヨハンエック、ルター側の弁者として、ルター本人とアンドレアス・フォン・カールシュタットが出席した。カールシュタットは、ビッテンベルク大学における、ルターの同僚であり、彼が出席することは、ルターの教えが、ルター単独のものではなく、大学の進学部全体で公式に受け入れられている、ことを示すものだった。エックは、 ルターの主張と15世紀のヤンフスの主張に共通点があると指摘し、ルターはそれを肯定した。フスは異端とされていたので、カトリック側はこれによって、ルターも異端であると決め、破門することにした。一方のルター側は、カトリック教会との温和な話し合いは不可能とみて、決別を決めた。フッテンは著作の中で、マインズの聖職者が信仰よりも金稼ぎの方に、 熱心であることを描いたり、ローマ教皇を支えている三つの柱は、権威、生態、職友上の売上金だとし、ローマでは、簡素、節度、信人の代わりに、美女、名馬、そして、教皇の教書がはびこっているとした。詩人復典は、その文学的素養によって、宗教改革に貢献したと評されている。ルターはもともと教会の改革を訴えただけで、 当初から教会組織を分裂させる意図はなかった。しかし、フッテンは最初から愛国主義的観点からローマからの離脱を主張していた。帝国アハト系というのは、神聖ローマ帝国内での身の安全を保障しないという系であり、実質的な追放系である。しかし、ルターにはすでに教会によって異端宣告がなされていたので、身の安全が保障されないどころか、 いつ殺されてもおかしくない状況だった。ルターを出したビッテンベルクの支配者ザクセン先帝公フリードリヒ三世はボルムス帝国議会の後騎士にルターを誘拐させバルトブルク城にかくまった。ルターは生死不明死亡説も流れた。ルターはバルトブルク城で騎士ゲオルクと名を変えて聖書のドイツ語訳に取り組むことになる。暗い日がうは。 現在のカールスルーエから北東へ2 0トルほどの位置にあった。カールスルーエは1715年に検討された都市であり、騎士戦争の時代には存在していなかった。この脅しによって、実金源は帝国自重の地位を認めさせている。実金源の行動の裏には、神聖ローマ帝国と対立していたフランス王、フランス王一世がいたのだという説もある。これによると、 実金元がロートリンゲンを荒らし回った頃に、フランス王一世と接近し、フランス王一世のために働くという契約をしたという。マクシミリアン一世が死んで行われた1519年の皇帝選挙では、マクシミリアン一世の孫のカール五世と、フランス王フランス王一世の両者が有力候補になっていた。トリーア大司教は、フランス王一世を推していた。実金元は、 騎士に選挙を引いて、皇帝選挙が行われるフランクフルトに押し寄せ、フランクフルトの警備に来たと言った。しかし、フランクフルト市は懸命にも実金伝一味を、市内には入れなかった。この皇帝選挙の経過や奇数については、歴史家によって様々な見方がある。第三次イタリア戦争なども参照。ドイツの南部は、大まかに西のシュバーベン地方と東のバイエルン地方に、 大別される。バイエルン地方にはバイエルン公国があり、ドイツ南東部からオーストリアにかけての広い地域を支配した。一方、シュバーベン地方は小諸行や都市が乱立していた。シュバーベン地方の勢力はバイエルン公国に対抗するために15世紀の後半に同盟を結成した。これがシュバーベン同盟である。神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世の 取りなしによって両者は和解したが、今度は同盟とビュルテンベルク公が対立するようになった。ウルリヒは自らのフッカー家に対する借金返済のために農民に課税して1514年に大規模な一揆を招いている。公術の愛人の件もあって妻を離縁すると、その父であるバイエルン公にも嫌われるようになった。さらに1519年に、 帝国自由と素人,人間を横領しようとして、とうとう、シュバーベン同盟の介入を招いたのだった。殺されたのは、ウルリヒの主目頭をしていた、ハンス・フォン・フッテンという人物で、フッテンのいとこにあたる。ハンスの妻になった女性が、実は、ビュルテンベルク公、ウルリヒの愛人であり、そのことでもめた挙句、ビュルテンベルク公は1515 15年に、ハンスを狩猟におびき出して刺し殺したのだった。 カトリックとルター派の間の論争は多岐に及んで、いたが、ミサにおける生産をめぐる議論もその一つである。生産の儀式は、最後の晩餐に由来するもので、イエス・キリストがこの時パンとどう酒を、これは私の体と地であると言って弟子に食べさせたことに、ちなんでいる。この古事により、儀式の中で、神とは、パンと武道士を口にするのだが、当時のカトリック教会では、 一般信徒にはパンのみが与えられて、パンとブ同種の2種類を口にするのは、被災の特権になっていた。これは、ルター以前から、たびたび問題提起されてきたことだったが、15世紀のフスやルターは、教会のやり方にことを唱え、すべての信徒に、パンとブ同種の2種類による、生態配慮を授けることにしたのである。以来、2種の生産や、ラテン語ではなく、母国語で行うミサは、 ローマ教会への反抗のシンボルとなった。この時実金源も、この二種の生産の儀式を受け、それによりルター派に入ったことになった。ヤンジシカは15世紀のフス戦争の英雄である。ルターは初めこそこうした動きに理解を示していたが、騎士や農民の反乱が拡大するにつれ、彼らを厳しく非難するようになった。騎士戦争に対しては、世俗の権威についてを表して、 権力者に歯向かうことの罪を解き、農民戦争に対しては、殺人強盗を働く農民の徒党に対してを、表して厳しく非難した。この中デルターは、反乱農民を、撃ち殺し、締め殺し、刺し殺さねばならないと述べている。7人の内訳は、世俗諸侯として、ザクセン選定校、プファルツ選定校、ブランデンブルク選定公、ボヘミア王の4人、 正解諸行として、マインツ大司教、トリーヤヒロツカ司教、ケルン大司教の3人。皇帝選挙は7名の選定校の多数決によって行われるが、多数票を得た候補を最終的に全選定校が全会一致で選出するということになっている。帝国議会への出席ができないにせよ、吉身分を有する者は、 各地の両方ごとに設けられた、両方議会では大抵出席権があり、両方議会の主要な構成員だった。そうでない両方はごく限られており、すでに、実金源が滅ぼしたビュルテンベルク公国アンスバッハそしてトリーヤがそれだった。この時の実金源本体の兵力は、騎兵1500機を含めて7000程度であり、トリーヤについたところでよそから、 味方が加わったとする説もある。実金源の勢力範囲であるライン川流域はドイツとフランスの国境地帯にあたり、これまでも実金源はしばしばフランス側の勢力や町を攻撃していた。プファルツというのはライン川の上流域の地方名である。プファルツの領主は神聖ローマ帝国の初期に宮中博という養殖に任じられており、ライン宮中博とも呼ばれていた。 このライン級中白に選定行為が授けられて、プファルツ選定校と呼ばれるようになった。はじめはエラスムスにかくまってもらおうとしたが、断られたという。フッテンはヨーロッパで梅毒で死んだ最初の人物として知られている。正確にはフッテンが初めてというわけではなかったが、フッテンはフランスで梅毒に感染してからの病状を日記に書き残していて、それによって、 ヨーロッパで梅毒に関する知識が広がった。エーデン・ブライトシュタイン要塞は、ライン川岸の岩山の上に築かれており、現存する。この時期には、各諸侯が、自領地の宗派を選ぶことができるようになっており、南西ドイツ最大の領地を持つビュルテンベルク公領が、カトリックになるのかプロテスタントになるのかは、両派にとって重大な意味を持つことになる。ありがとうございます。